リダの本願の浄土思想で、浄土宗とか浄土真宗ってあれ修行禁止なんですよね。修行禁止？そうそう、強くなっちゃいけないんですよ。ただひたすらリダの本願にすがって南無阿弥陀仏でした。だから禅のような自力衝動門とは違う他力異業門で、とにかくひたすら。でも筑波山にこもった山崎弁寧上人みたいに、一日10万回言えるかなっていうね。生阿弥陀仏を。生阿弥陀仏はね、生阿弥陀仏の速度だとね、24時間以上かかるんですよ。このくらいでね、20時間ぐらいかかる。なんかあと4時間ぐらい寝る時間とかなんかね。なんか食事とかで4時間取るとして、20時間で10万回南無阿弥陀仏言ってるの、このくらいの速さなんです。間に合わない。それを、人は結果として修行なんだけど、それはまあ自分の集中力をちょっとね、個人的に試したっていう言い訳があるらしい。言い訳がここに菜種油をやって、豆苗をつけて火をつけちゃう。熱いじゃないですか。これが燃え切るまで、まあどのくらい入れるかによっても、まあ1時間ぐらい、小1時間かかるのよ。それが燃え尽きるまで、これが熱いなどということが気にならないぐらい南無阿弥陀仏に集中できるかとかっていうね。結果として修行なんだけど、まあものは異様で。だから、人なんてもね、すごい能力があった人だから。なんですけど。まあ、とにかく、だから、もう弱くていいんです。弱くて、ただひたすら弥陀の本願を信じて、すがるっていうね。そういう方法と。で、人も、いや、仏教はそんな別に浄土宗も禅も何もみんな、真言宗もあれも同じだよとかいう人で、まあ一応自分は浄土だけど、みたいな。だから私もすごい他力異業門的に、わあ、怖いとか逃げて、もうただひたすら弥陀の本願と、このままちょっとこうしてこうって、こうね、強くなるとかね、いろいろ試してるんです。最近はもう幅が広がってきた。考え方の幅が。でまた先日スポーツ関係者の方に驚かれたっていうのでは、スポーツ関係者がどんな。いやなんかもうね、私のことは結構知られてるんですよみたいなことで、へえとか思ってね、そうだろうっていう、なんか。知らん間に結構やってる、私の技を参考にしてる人いるらしい。ああ。例えばどんなところで使ってるとかっていうのは、まあその人たちがどういうふうに使ってるかわかんないですけど、例えばサッカーの競り合いは、これはやったことあるかな。いや、なんかでしょ。いや、こちらにパッと。私もこうに来るし、で止めてこう。こう行くって。止めにくかったこうですよね。でこう来た時に止めないで、下へ寄るように、もう本当に下へ寄っていく、意地悪じゃないですか、言ってみれば、はい、いじめてる人間を、いじめられてる人間が憧れのスーパースターに下のように行けばいいんだけど要するに尖ってる本当先端と先端をこうやれば、外れるに決まってるんですよ。つまり相手の中心に、正確に私は中心を当てていけばいくほどずれるに決まってるわけ。ボールペンの先と先合わせて動かしてさ、ずっとこんなもの動いてたらもう奇跡じゃないですか。外れるに決まってるんですよ。だから、意地悪をしてくるやつに、もう喜び勇んで下へ寄っていくっていうことが、何よりも大事。これは。究極のいじめ対策。でも多分見てる人はこれあんまり伝わらないと思うんですけど、僕がなんかだらしないだけのように見えるんですけど。いやでもこれはなんかこの間の広瀬俊明っていう方だったかな、なんかラグビー日本代表のキャプテンを務めた人とか、なんか最多なんと名前ちょっと忘れてあれですよ。主審を務めて、サッカーの主審ってやっぱほら走らなきゃいけない。走りますよね。一試合10キロぐらい走るから、だから、結構体もしっかりしてる人なんですけど、こういうふうにいってるのに、正確にここに当てるから。これは本当に受けないとわからないっていう感じですね。だからこうやってこう行こうとしてバッと止めるんですよ。こう邪魔しようとしてくる中心正確に当たれば当たるほどこういう。だから発想がまるっきり違うんです。なんです。普通だったらこう反発してきたりして、で、それをなんとかっていうことで、こう、ずーっと揉み合っていく感じなんですけど、こう、あれーっていう感じで、こう、スッといかれてしまう感じなんですよね。それとこう、寄ってくるのにも、ふっとこう、間を詰めてくるのがね。そこにいてください。これはまあ前からご存知ですから、これを蹴らないで、まあもうちょっとこのくらい入りますからね。入ります。その辺で、またあれがある。この辺で、こっからこう行くと分かるじゃないですか。それが倒れたまま。行くよ。これはサッカーだとちょっとこう横に置ける。ラグビーだったら大当たりしてる。いや、これはきついですね。いや、なんかこう、いや、普通だったら来るの避けられると思ったんですけど、でもいきなりバンとこう。いきなりバンと来るんですよ。つまり、気配なくいきなりフッっていう感じだまあ、これはだから、結構、面白いですよね。いやーすごい。今のはちょっとこう、面食らう感じ。それと、あと面白いのは、例えば、海なんかに置いてきる、ランキードでまあこういうような、はい、でもこんな指先持たれたら逃げるに決まってるんですよ。だから、こう持った瞬間に、こう、バッと振り払ってください。もう一気、そう。こうですよね。そしたら、取れないわけですよ。こういうふうに。で、それを、どうするのかっていうのが、なんで、振り払えないか。こうね、バッと、思いっきりこう、バンと振り払うでしょ。で、これが、わかりました。いや、なんかこう、見送っちゃう感じなんですよね、こう。いや、要するに、いや、でもね、さすがだと思うのは、普通の人はドドドってこう前に来るんですよ。いや、でも止まったでしょ。それ持った瞬間、あ、これ以上引くとやばいなってこの人は思ったから。いや、思いました。これはつまりね、私がよく説明するのは、例えばこう持つのが、なんかこう、私の銅像に、これがガムテープ、バッと払ってください。こうガムテープだからバリッと剥がれるんですよ。はい、だけど、これは銅像にこう手錠をかけてくるんですよ。そうすると、銅像がゴーンってくるからダメじゃないですか。そうですね。つまり普通なんでじゃあ剥がされるかっていうと、立ってるから体重は床に上げちゃってるんですよ。そうじゃなくて、こうなった瞬間にふわっと浮きかけてる。だから私の体重がドーンとやってくる。だから、こう剥がすつもりなのに、そうじゃなくて、わーんとくるから、なんか鎖を長くして、広い庭で、犬飼ってて、バカな犬が、わーって吠えついてきて、わーってこう、鎖がいっぱいになると。ああいうような感じで、だから、こう、つまり、ここにただ引っ掛けてるだけで私が浮いてるから、バンって行こうとすると、そうなる。いや、もうかぶさった瞬間にまずい。あ、だからさすがです。普通の人は構わずこうやるから、うわーってこう反動して、こう前にこうよろけてくる。いや、これは怖いですね、なんかこう。だから、まあ、そのスポーツの人たちに言ったら、やっぱりその浮きをかけるっていう概念がないんですよ。多分、マイケル・ジョーダンとか、そのすごい天才と言われる人が無意識のうちにある程度やってるか、はい、まあ、私もサッカー詳しくないけど、マラドーナがなんか5人ぐらいこう、こうやった時に浮いてると、止めようとしても、ふわっとこう、それでこう、なんていうか、こうやりながらだとガンってこうなるけど、浮いてるとふわっとこう移動されるだけだから、向こうの方は逆に崩れちゃってっていうことが起きる。だから浮きをかけるっていう概念が、すごく、今の現代武道やスポーツにはおそらくないんですよね。つまり科学的にって言ったときに、浮きをかけるってどうやって飛び上がってもいないのにどうやってそれができるって説明つかないから。だからそれこそエビデンスとかいろいろ言ってると、全然この辺が見落とされる。ああですね。やっぱ力出すってこう、ぐっと床踏みしめて反発力って、床反力っていうのをちゃんと使いなさいみたいなことを言われますから。